高野智美は、日本の女子プロボクサー、モデル、タレント。モデル活動時の芸名は智美。東京都墨田区両国出身。芸能事務所は株式会社オフィスコットン所属。ボクサーとしては、競泳ボクシングジムを経て、緑ボクシングジムに所属している。第2代アップブフ東洋太平洋女子、スーパーバンタム級王者。5歳から9年間水泳。 小学校6年間はサッカーを行う。中学3年からはキックボクシングを始めるが、あくまで趣味のため試合経験はなかった。立志社高等学校在学中に竹下通りでスカウトされ、グラビア活動を開始、同校卒業後にモデルデビューし、海外のファッションショーにも参加。当初はアベニューワン所属、芸名は高野智美だった。2009年には、 第4回アジアスーパーモデルコンテストに菅は春樹と共に日本代表として参加6位入賞2010年オフィスコットンに移籍芸名もともみに改名同年からはアマチュアボクシングを始める2011年6月世界4大ミスコンテストの一つであるミスアース日本代表ファイナリスト23人の一人に選出2012年9月 警察官の採用試験を受験するも不合格だった。2013年1月、日本ボクシングコミッション C 級ボクサーライセンスを取得。プロボクサーデビューを果たし、モデルと並行して試合に出場している。2013年5月、ミスツーリズムインターナショナル日本代表として中国入りしてミスチャームを受賞。2014年3月、 東京ガールズコレクションに出演。2014年8月4日、週刊現代袋閉じで、セミヌードグラビアを披露。2015年5月11日、元プロレスラー小橋健太と共に、ナオミ学園大学総合政策学部、ライフマネジメント学科の講師に就任し、6月より2016年3月まで、月1回の割合で教壇に立つことが発表された。 2016年3月27日、QVC マリンフィールドにて開催された、ロッテ VS 日本ハム戦の始球式に登場。もともとキックボクシングを趣味でやっていたが、22歳の時に友人の誘いで、天笠直の試合を観戦したのがきっかけとなり、2010年3月から天笠が所属する三上ボクシングスポーツジムに通いボクシングに転向。その、 リーチの長さとスタイルがあれば世界で通用するよと周囲の勧めもあり、さらに南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代にも刺激され、ロンドンオリンピックを目指しオリンピックに2度出場した三浦邦博より指導を受けた。2010年10月、全日本女子選手権予選を兼ねた都大会に出場するが、1回戦後バンデージミスで失格となり敗退。 2011年12月の全日本女子選手権予選は発熱のため欠場。ロンドンオリンピックへの道をたたれ一度ボクシングを諦めたが、そこで会長からプロを勧められたため、目標をプロボクサーへ転換する。アマチュア時代の戦績は4004杯。2012年11月、最初のプロテストは筆記こそ96点だったものの、実技は評価されず不合格とされ、 テスト後に一度会長にボクシングをやめると伝えた。2013年1月、弟といった大旅行で、無タイジムに練習をさせてもらい、帰国後の再受験を決意。1月30日、二度目のプロテスト受験で合格を果たす。プロテストでは、最初の相手を越して、急遽前 WBA 王者、天海津波が相手を務めた。角エ宝石ボクシングジムにも出稽古しており、 その縁で、角蛇主催工業のラウンドガールも務めている。2013年4月6日、在日米軍キャンプ座までの工業において、最初に落ちたプロテストの時の相手だった、大空光戦で、プロデビュー。階級は、スーパーフライ級。ストレート、フックの連打を繰り出しわずか32秒で、小勝利して、デビューを飾った。この試合は、 アスリートジャポンユーストリームチャンネルにて、大田のタイトル戦と共に生配信された。小勝利に浮かれ食べ過ぎたため、一時体重は6 1ラムまで増えてしまった。5月19日のボクシングの日イベントのトークショーに、井上直也らと共に参加。第2戦は7月25日、初の高楽園ホールでの試合として、角美主催におけるセミとして、4日を漏洩式ジムと対戦。 小100万円もかけられた一戦は、13戦のキャリアを持つ相手に対して1回は重圧をかけて、連打を繰り出したが、セミで戦う緊張から手数が減り消化不良となり、左ジャブ中心の攻撃に終始して4回終了を、3から0の判定で連勝こそ飾ったが、試合後に、ファンから容赦ない矢ジも飛んだ。この試合は十六日深夜に TBS テレビ、ガッツファイティングで、 藤本のタイトル戦、土屋周平 vs、中谷正義のノンタイトルと共に、地上波放映された。第3戦は9月30日に、後楽園でのセミとしてこの試合が、プロデビュー戦となる、ジプリンでリーマを迎え撃つ。25センチメートルの身長差がある相手に対して、ジャブとストレートで攻め立て、相手が横を向いたところをレフェリーが、繊維喪失とみなし、 前の試合の鬱憤を晴らす1回43秒、レフェリーストップ TKO で、プロ転向後3連勝。TKO を告げるゴングが響いても何があったかわからず、会長に真顔で聞いて、初めて勝利を知った。試合翌日には、大久保ジャーナイトのロケに挑んだ。11月7日、競泳ボクシングジムへ移籍。金平慶一郎会長は、女子ボクシングが、 パワーで男子に劣るのは明白。それを乗り越えるにはキャラクターが必要になるとする一方、美貌だけでなく、恵まれた体型と秘めたパンチ力にも目をつけ三上ジムに移籍を申し出、世界王者12人を育てた、競泳のノウハウでジム初の女子世界王者にし、女子ボクシングの牽引役を担いたいとコメントしたが、女子世界王者挑戦経験をユースがダッシュに至った、選手はまだいない。 11月20日の佐藤洋大大記念工業にて133マリナとエキシビションを行う。12月中旬まではユーリ・アルバチャコフをはじめとする世界チャンピオン4人を育てたアレクサンドル自民の指導を受ける。ジムでは男子とのスパーリングを100回観光した。移籍初戦は12月31日、大田区総合体育館におけるダブル世界戦、アンダーカードとして、 大石組みと対戦する。試合は1回からカウンターのミニストレートをヒットさせ、2回には試合では初めてだったという相手のパンチを顔面に受け鼻字を出すも攻撃の手を緩めず連打が決まり相手がふらついたところで1分25秒レフェリーストップ TKO 勝利。この勝利で B 級昇格。二千十四年二月十一日金子ジム工業でエキシビション。 それまでエキシビションでは軽く流していたのを一変させ、デビュー前の選手を小寸前まで追い込んだ。3月24日、第386回ガッツファイティングにて、初の6回戦として、アマチュア戦績40戦28勝12敗、プロ5勝2敗のクラーブカーを、ポープリーチャーと対戦。1回に、右で2度のダウンを奪うと、2回には、 右ストレートからの左ボギィで3度目のダウンで今年、プロ5連勝。ファイトマネーは、男子日本王者クラスの100万円前後と設定されたが、試合内容が悪ければ受け取らない覚悟で挑む。試合後、3万円でいいですと申し出たものの、金平会長は、期待を込めて60万は出すとコメントした。6月24日に、東洋太平洋、 スーパーフライ級1位のカイ・ジョンソンと対戦すると4月30日に行われたアンダーアーマー CM 発表会の席で明らかにした。試合は3回に左フックでダウンを奪うも巻き返され、5回にショートパンチの連打を浴び、レフェリーストップ TKO でプロ初黒星を起死した。10月15日、ドークマイパソーデーントンを相手に再起戦。 引退をかけて挑んだ試合は3回から手数が増え、4回に相手をコーナーに追い込み、左右の連打でレフェリーストップ TKO で再起を果たした。12月31日、大阪、ボディメーカーコロシアムにて1階級上のバンタム級で、ラッサダ・ソー・オラシンと対戦。右ストレート、右アッパーで試合を支配し、3から0の判定で連勝。 東洋太平洋王座獲得2015年6月10日、高楽園ホールにて、アプブフ東洋太平洋、スーパーバンタム級王座決定戦に1位として2位の、ノーンブアルークプライアリーと対戦する。当初は、カーリンスリバスと対戦する予定だった、が変更された。試合は相手に、バッティングの原点もあり3から0のフルマークで勝利し、プロ9戦目で、初タイトルを獲得した。 この工業は、坂田武代表就任後初の、競泳主催工業として行われ、高野は新体制初のタイトル獲得者となった。世界王座挑戦11月11日、高楽園ホールにて、WBO 女子世界、スーパーフライ級王者、ダニエラ・ベルムデスに挑戦。CS 放送、TBS チャンネルでの生中継もされたこの試合は、1回より、 王者から圧力をかけられ、4回に連打を浴び腰から、落ちて、ダウンを喫するとタオルを投げられ、世界初挑戦は、小負けに終わった。試合で尾骨を骨折し、救急搬送されて、全身麻酔手術を受けた。再起世界初挑戦失敗後、身体を保留していたが、年が明けて、自分よりも周りが悔しがっていた。大切な友人を悲しませたら、悔いが残ると再起を決意し、 2016年6月に保持する東洋太平洋スーパーバンタム級王座の初防衛戦を予定していた。2016年5月18日、6月6日に行われるリエリントのノンタイトル6回戦を最後に現役を引退すると表明。引退を表明した理由は自分がやりたくてボクシングをやってきたのに指図されてやるのは違うと思うようになっただが、 金平会長が海外出張のため不在の場での発表だったため、これを知った金平会長はツイッターで試合中止を示唆。そのため帰国後に試合の可否及び挙手を改めて話し合うことになった。話し合いを経て27日に会見が開かれ、引退の意思の撤回を表明した。6月6日の試合は2ラウンドのエキシビションマッチに変更して行われ、試合後には リング上から謝罪を行った。10月20日、1年ぶりとなる再起戦として、ワンダーガール失敗闘音と6回戦を行う。事前に、金ピラ会長より、負けたら次はないと勧告されたため身体をかけた一戦になったが、2回にダウンを奪った後、最終回にレフェリーストップ TKO で勝利し、再起を飾った。バンタム級へ2017年2月6日、 アプブフ東洋太平洋スーパーバンタム級王座を返上し、バンタム級に転級することが明らかになった。4月21日、競泳事務チーフトレーナーに就任した亀田ダ喜をトレーナーに迎えることを発表。コウをもともと尊敬していた高野川からの要請によるもので、コウにとって指導に当たる選手は弟、亀田和樹に次いで二人目。 5月26日、プロ初黒星を喫したカイ・ジョンソンと再戦し、3回 TKO でリベンジに成功。日本王座挑戦10月6日、JBC が新たに創設した日本女子王座の第1号となる、バンタム級王座を2位の吉田ミル大と争うが、判定負けで王座獲得ならず、引退届提出11月、所属事務の競泳ボクシング事務を辞め、 日本ボクシングコミッションに引退届を提出。高野はスポンサー料の問題や海外から呼び寄せた対戦相手の渡航費を負担させられたことなどで競泳ボクシングジムに対して不信感を募らせていたと週刊誌に語っている。2018年5月25日、格闘技イベントで総合格闘家の吉田雅子とボクシングマッチを行った。 2018年11月18日、福岡県の小倉北体育館で開催されたナックルズで元 WBO 女子世界ミニフライ級王者の山田雅子と対戦し、6回判定負けを喫した。その後、米国でボクシングライセンスを取得し、カリフォルニア州ロサンゼルスを活動拠点にメキシコなど海外で試合を行った。2019年に、 緑ボクシングジムで国内に復帰し、今後、問題行動を起こさないとの制約書を JBC に提出して10月にライセンスを再取得した。2019年12月15日、国内復帰戦として、近藤幸子とフライ級6回戦で対戦し、判定勝ち。三条時代は、前かがみ気味なクラウチングスタイルだったが、競泳移籍後は、佐藤洋太のチーフトレーナーだった。 新井志郎により、重心を後ろに移し、長身を生かして、懐の深さを活用するアップライトに改造している。新井は、リーチは武器。同じスーパーフライなのに、佐藤よりも長い。落ち下ろしのストレートも威力があると評した。モデルとボクサーの二足のわらじであるが、顔がぐちゃぐちゃになるより負ける方が辛いと顔を、全く気にせず、整形の覚悟も辞さないという。 プロ初黒星を喫した試合を東京スポーツは顔面崩壊の見出しで花が曲がった痛々しい写真付きで報じたが高野本人はその写真を何度も見返して再起へのモチベーションに変え額に飾りたいくらい感謝していますと語り関係者も写真を見た人はちゃんとボクシングをやっていると思うとコメントした試合のみならずスパーリングで青技を作ることもある山上時代 前日計量は至って普通であり、デビュー戦ではシンプルに、スポーツブラと、スパッツ姿だったが、後日、恥ずかしかったとコメントした。競泳移籍後は前日計量で、パフォーマンスのサプライズを予告。移籍初戦は、白のウェディングドレス姿で計量に現れた後、お色直しとして、ピンクと黒のビキニに着替えシリコンを入れて90、CMF カップにして、計量に挑むが二度の計量ミス。 パッドと髪飾りを外して三度目でパスした。ウェディングドレスは女性の憧れは何かと考えたとき、ウェディングドレスだと思った。ボクシングが女性の憧れるスポーツになるようにという気持ちを込めた。パッドはシリコンをはめた状態で軽量をクリアできていたら、来年包丁手術をしようと思っていたという。プロ第5戦では黄金の全身体痛で現れるが、顔が確認できないと、 JBC 関係者より軽量を断られ、それを切り裂いて、ブラジャーの代わりに、スポンサーの名前が入ったシールという姿で軽量を、パスした。全身タイツを切り裂くパフォーマンスは、うじうじした試合が続いているので、殻を破って生まれ変わるという意味が込められており、シールブラジャーは減量で苦しんだため軽くする意味で、使用し、髪の毛も2 4ム切ったという。 6戦目では借りてきた蛇を巻きつけて、軽量に登場。一方、対戦相手のカイ・ジョンソンは、自身が出演したことがある、日本テレビバラエティ番組、幸せ。ボンビーガールにちなみ黒いゴミ袋をかぶった。7戦目は、映画、アバターのキャラクターをテーマにしたコスプレで登場。そのままはかりに乗るとオーバーだったため、カツラを外して、衣装を脱ぎ、シールブラと下着でパスした。 アライトレーナーより、このスタイルもそろそろ卒業と、注文がついた。ところが8戦目でも、相変わらずパフォーマンスを披露。メインが、リゴンドー VS、アマガサの世界戦であることにちなみ、オイラン姿で、入場曲を歌うスフィアを携えて自らも、レコーディングに参加した曲で登場。軽量前に1枚ずつ脱ぎ、最後は、白襦袢と下着で軽量。東洋太平洋。 スーパーバンタム級王座決定戦では、歌舞伎の練習姿で現れ、衣装を脱いで、氷らしいスルータイツで軽量をパスした。当初、軽量パフォーマンスの封印も示唆していたが、ロードワークで歌舞伎座の前を通った際にひらめいたという。世界初挑戦では、白無垢で超印式の後、シール水着で軽量となった。世界挑戦失敗後の再起戦でコスプレこそなかったか。 軽量前に突然髪を切るパフォーマンスを見せた。日本版タム級王座決定戦では、背中に黒表と竜の入れ墨のペイントを入れて、軽量を行った。ドラマバラエティほかスターティングライン高野智美、インターバル玉由良高野智美アクションポーズボクシングファイティングアクションポジティブハイ。ありがとうございます。